皆さんこんこにちは茨城オンンラインスタディの時間です前回は江戸幕府はどのように人々を支配したのかというテーマで学習しましたね。今回のテーマは江戸幕府の対外政策はどのように変化していったのかです。 最初は貿易を推進していた江戸幕府がやがて鎖国を決めたことは小学校でも勉強しましたねどんなことがあってどのように変わったのか調べてみましょうでは鎖国までの流れを3つの段階に分けて調べてみましょう最初は貿易を推進していた段階です この時期はどのような対外政策だったのでしょう次は貿易を統制するようになった段階です何がきっかけで対外政策を転換したのでしょう最後は鎖国の完成に向かっていった段階です対外政策を転換した後はどのようなことが起こったのでしょう まず貿易を推進していた段階ですこの時期はどのように外国と関わっていたのでしょう動画を止めて調べてみましょう調べられたでしょうか家康は貿易の発展のため朱印状を発行しました教科書116ページの資料1にあるように 将軍の衆院が押してあるので海外への渡航を許可する証書となりますさらにルソン、アンナカンボジア、シャムなどの東南アジアの地域に衆院状を持った船これを衆院船と言いますが、これの保護もお願いしました衆院状があれば比較的安心して外国へ行けるようになったので 重要都市の商人や大名の中には、衆院船を使って貿易をする人たちが出てきました。この貿易を衆院船貿易と言います。東南アジアとの交易が活発になると、そのまま東南アジアに住む日本人も出てきたので、その人たちは現地に集まり、日本町ができました。さらに、 東南アジアだけでなくオランダやイギリスとも貿易が始まりましたなので長崎県の平戸に外国の商人が寝泊まりしたり交易品を置いたりする商館が作られました朱印船貿易では中国産の木糸や絹織物が輸入品の中心で日本からは銀を中心に刀 工芸品が輸出されました次に貿易を統制するようになった段階ですその理由は何でしょうかそして幕府はどういう行動を取ったのでしょうか動画を止めて調べてみましょう調べられたでしょうか貿易で利益も出ていたので 幕府も多少のことは目をつむっていまし,たしかしそのことでキリスト教が広まってしまいましたキリストの教えは神への信仰を重要視しますもちろん主君への忠義よりもですこの考えが広まってしまうと反乱につながりそうだと考えた幕府は1612年に 禁教令を出してキリスト教を禁じましたさらに家康の子秀忠は禁教令を強化します信仰を捨てないキリスト教徒は処刑されるようになりましたその子の家光の代になるとさらに強化されますキリスト教が入ってくる原因を断とうとそれまで進めていた朱印戦貿易を 停止しましたさらにキリスト教徒が多いポルトガル人を長崎の出島という人工の島に移し日本人と自由に交流できなくしました3つ目に鎖国の完成に向かっていった段階ですどのような流れで鎖国が完成したのでしょうか 動画を止めて調べてみましょう調べられたでしょうかこれで不満に思ったのはキリスト教徒です年貢の取り立てが厳しく幕府への不満がたまっていたのでこのキリスト教への対遇に不満がついに爆発します天草四郎 という青年を中心に、島原・天草一揆が起き四郎た,たちは奮闘しましたが幕府に沈められてしまいました幕府はこの反乱を受けてポルトガルへの対応をさらに強化します渡航を禁じたのですさらにその2年後にはそれまで平戸にあったオランダ商館を 長崎の出島に移しましまたこの出島にはもともとポルトガル人が日本人と交流できなくするという目的がありましたねこれで貿易が許された国は不況の恐れの少ない中国とオランダに限られましたこうして鎖国が完成しました鎖国後も キリスト教対策は続き絵踏みや宗門改めなどの措置が取られました今回の課題は江戸幕府の対外政策はどのように変化していったのかでしたその答えをまとめとして書いてみましょうなるべく多くのキーワードを使えるといいですね動画を止めて考えてみましょう うまくまとまらなかった人はこれを参考にしてくださいもちろんこれと同じじゃなくても大丈夫です自分の言葉で自分のスタイルでまとめられた方がいいですねさてこんな感じでしょうか鎖国中にも一部貿易を認められた国や地域がありましたねそうです 中国とオランダでしたね。本当にそれだけだったのでしょうか。次回は江戸時代の日本は世界とどのように結ばれていたのかについて学習していきます。今日の学習は以上でおしまいです。ありがとうございました。